どうもこんにちは、よすけです。ついに冬キャンプの寒さに耐えきれなくてですね、買いました、石油ストーブ。工場長はいつもこたつじゃないですか。どの石油ストーブにするか悩んだんですが、最終的に選んだのはこちら、アルパカでした。今回の動画ではなぜアルパカを選んだのかという理由と、アルパカで使える便利なオプションをご紹介します。ではアルパカを選んだ理由から言ってみましょう。これが一番の決め手と言ってもいいと思います。熱源と天板との距離です。アルパカのライバルとしてよく上がってくるのがパセコですが、パセコと比べてもこの熱源と天板の距離が近いんです。やはり天板で夜間を使ってお湯を沸かしたり、おでんを温めるのは石油ストーブの醍醐味です。この距離が近い方が温まりやすいので、調理や湯沸かしを重視してアルパカにしました。ただアルパカ自体は天板での調理は公式では NG だそうなので、自己責任にはなります。パセコとアルパカ、直径はほぼ一緒なんですが、高さはアルパカの方が6センチ低いです。車に積載するときに、この6センチの差って結構大きいと思いました。運ぶときにアルパカの上に寝袋などの軽い荷物を積載するなど、より運搬の自由度が増します。重さはパセコの方が1キロ軽い 5.3 キロ。大きいのにパセコの方が軽いんですね。アルパカが 6.6 キロ。ただ、共に片手で持てるレベルの重さです。パセコの方が大きい分、タンク容量も 5.3 リットルなので、燃焼時間も18時間と長いです。一方のアルパカはタンクが 3.7 リットル、燃焼時間は10時間です。ここで考えたのが、最適な燃焼時間。石油ストーブって中に灯油を入れたまま車で運ぶと、揺れで灯油が漏れる危険があります。なので、灯油缶で灯油を持って行って、現地で給油するんですが、問題は帰り。もし灯油が残っていた場合、撤収の時にポンプで灯油を吸い出すのはちょっと面倒くさい。となると、一泊のキャンプで使い切ってしまいたいところ。それを考えると、一泊のキャンプでは10時間ぐらいの燃焼時間がちょうどいいのではと思ったんです。ただ、パセコもすごくいいストーブだと思います。やっぱりたくさん給油ができて長時間連続で使用ができるっていうのを重視される方もいると思うので、そういう機能を重視する方にとってはパセコはいいと思います。そしてやはりお買い得というのも大きいですね。見た目はやっぱり重要です。見た目に気に入った道具っていうのはやっぱり使っていて楽しいですよね。購入したのはアルパカの OD カラー、艶消し塗装がかっこいいです。他にもブラック、ベージュ、レッドとキャンパー好みのマットなカラーラインナップが揃っているところが素敵です。またこの全体的にぷっくりしているデザインが好みでして、背も低いので可愛い印象があります。そして地味にいいのがこのつまみの大きさと位置。収納するときにストーブの円周よりも外にはみ出ている部分が少ないので、収納積載に出っ張りを気にしなくていいんです。運搬時に破損の可能性も少なくなっていると思うので、いいと思いました。これも選んだ大きな理由と言えます。日本国内の安全基準である日本燃焼機器検査協会の認証を取得。製品クオリティを保持するために、消火装置、点火装置など、数十項目に及ぶ製品検査を行っています。これをクリアできないと屋内での使用は推奨されないんですが、アルパカは屋内、屋外で使用できる製品となっています。さて、冬の車キャンプの相棒となったこのアルパカですが、世の中にはいろいろな素敵なオプションが発売されているので、今回購入したものをご紹介していきましょう。石油ストーブの上で調理をしたいけれども、天板はちょっと汚したくない。そんな時は、
この江南の七輪用のごとくです。お値段は1000円ほど。七輪の上で使うごとくがこのアルパカの天板にジャストフィットします。これはもう専用品とも言って良いレベルですね。これで調理体制は万全に。となればやはりおでんです。鍋は北陸アルミニウムのアルマイト鍋。レトロな金のアルマイトが渋いです。やはり冬の石油ストーブには熱々のおでん、そして暖かいテントの中で飲む冷たいビールですね。すいません、いただきます。アルパカは全方位向けストーブなので反射板はありません。ただソロや少人数のキャンプでは一方向に熱が来てくれればいいシチュエーションがあります。そんな時はオプションで反射板が売っているので取り付けてお一人様ストーブにしてしまいましょう。今回 Amazon で購入したんですが、1枚のステンレス板に切り込みを入れてあるだけですね。これはちょっと自分でも作れそうな気がします。ウェブを調べると100均の風防で作っている方もいるので、これは DIY でもいいかもしれません。しかしリフレクターをつけたアルパカなんですが、これはめちゃくちゃ暖かいですね。アルパカも徐々に進化していって、下にもデフォルトでリフレクターがついているバージョンが今発売されているんですが、このサイドのリフレクターを追加すると暖かさが断然違います。これなんで今まで石油ストーブを使わなかったんだろうと思うレベルです。暖かいです。いや、本当暖かいんで焚き火に戻れなくなりそうな自分がいます。アルパカを車で運搬するときにガタガタすると中のガラスが割れそうでちょっと心配です。そんな時はダイソーのニット帽、200円のものなので結構厚手です。これを芯を覆うガラスの部分にかぶせれば気休めガラス保護の完成です。ないよりはまあ全然いいと思います。見た目にもちょっと可愛いのでこの保護はおすすめです。灯油缶なんですが、ケロシンストーブの灯油を保管するように NATO 軍仕様のジェリ缶を持っています。これがかなり堅牢で漏れも少ないんですが、ノズルがアルパカと相性が良かったです。アルパカの給油口はちょっと狭いので、こういったロートを使って給油することになるんですが、このジェリ缶の注ぎ口はアルパカの給油口にジャストサイズでした。デメリットはちょっと重いところですが、ミリタリー系ギアが好きな方はデザイン的にもたまらないアイテムだと思います。そしてなぜかヒューナースドルフの灯油量も持っているので使用感をお伝えします。こちらは樹脂製で2000円台とお買い得なポリタンク。オマージュ品が江南でも出ていますね。ただこのホースがアルパカには合いません。ちょっと太いのでこれにホースニップルをつけて注ぎ口を細く加工する方もいます。あとこの樹脂ノズルなんですが、パッキンがついていないので激しく灯油が漏れる時があります。そんな時はこちらの 3A のユニオンパッキン、直径 38mm で内径 28mm のサイズで2個200円弱で売っています。これがこのノズルの部分にジャストフィット。せっかくなので2個つけちゃいましょう。これをつけてノズルを差し込んだら、だいぶしっかりはまるので給油が安定します。これにさらにタンクのこの部分に穴を開けてネジで蓋をして空気の取り入れ口を作って給油をスムーズにされている方もいます。そんな加工がめんどくさいという方にはこちら、ヒューナースドルフから専用のノズルが出ています。なんとこちらはちゃんとパッキン付き、そして注ぎ口に空気穴もついています。最初からこれを搭載して売ってほしいというレベルなんですが、とはいえこのタンクのいろいろな改造も楽しそうなので今度 DIY もしてみたいと思います。しかしですね、これらをすべてクリアしてなおかつ1000円ちょっととお安いのが江南タンクなので、
最初から高難タンクを買うのもぶっちゃけおすすめです。最後はこちらのシートです。こちらはアミカルシュラフのストーブシート。ストーブの下に敷くシートなんですが、こちらマグネットが内蔵されていて、ストーブ本体に固定できるんです。家とキャンプでストーブを兼用している人にとっては、ストーブの底を汚さずに使用できますし、屋外でシートを使ってストーブを使用している方にとっても、ストーブの運搬時にわざわざシートを別で持っていかなくてもいいようになります。裏面はターポリン生地なので、拭くだけで汚れが簡単に落ちる仕様。表面は撥水性もあって耐久性も高いシートです。カラーバリエーションも豊富なので選ぶ楽しさもありますね。ということで、オプションも充実しているアルパカストーブ。まだまだ寒い時期が続きますが、しっかり対策して冬キャンプを楽しんでいきましょう。そうなんです。高難すごいんです。本日はご視聴ありがとうございました。このチャンネルではちょこっとライトで便利なギアやプチプラギア、自分がこれは欲しいと思ったギアを紹介しています。そしてたまに DIY でギア作りもしていますので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。